密航。密航とは、正規の出入国手続きを経ずに他国に渡航をすること。すなわち、航空機や貨物船に紛れ込み、あるいは渡航先の上陸資格を持たない船に乗船するなどして渡航することを指、密航を行う者を密航者という。古くは、貧しい移民希望者が、20世紀に入ると政治的迫害を受けた亡命者や、 経済的困窮から母国を脱出する手段として用いることが多くなった。こういったものの中には、国外での就労を希望しての場合もある。また、政治的迫害を受けていたり、戦争、内戦、紛争などや兵役から逃れるために密航する者もいる。20世紀後半になると、各国の入国管理や身分証明制度が強化され、空港や 港湾の警備体制が近代化されるとともに、輸送も輸送される物資の量的な増大に伴い、隠れる手段が少ないコンテナ船へと化している。このため船舶では船員など関係者と内通していない限り密航は不可能となっている。このため、船を密航者で占拠して、密航を行うボートピープルやパスポートの偽造などによる偽装でが増加している。ただし、アメリカや日本、 韓国のように入国審査で指紋採取を実施している国家ではパスポート偽造という手法での密入国は困難になっている。その一方で航空機など船舶以外の交通機関や場合によっては国境を横断する鉄道列車や貨物自動車に隠れて便乗してくるケースも見られる。しかし身分証明が社会保障サービスにも就労にも居住にもまた 医療保険などのような生活支援サービスの前提となるなど、正式に入国しないと就労以前に居住、生活することもままならない状態にある、先進国社会では、経済難民による密航は割に合わないものともなっている。一方で、戦争、紛争や兵器などから逃れることが目的ならば、密航のメリットは大きいと言える。密航では、 輸送機関の旅客スペース以外に身を潜める必要があることなどから、それら輸送機関の安全が保障された快適な旅行とは異なり、命に関わるほどの過酷な状況にさらされることもある。例えば飛行機の試客格納庫に侵入し、密航を図ったケースでは、その場所が余圧されていないことから、目的地へ到着する前に投資する危険性が高い。 US Airways 741便密航者、投資事件など、アメリカ航空局が把握している数字では、1947年から105人が格納庫に侵入し、生き延びた例は25人であり、生還率は低い。投資しないまでも、過死状態による身体的なダメージ、部分的な投傷によって、体が不自由になる危険もある。また、急激に気圧が下がるので、 高山病に似た症状が現れることもある。また、陸送、海上輸送用コンテナの場合では、内部に居住スペースを設置し、密航を図るケースがあったが、目的地へ到着する前に、熱射病のため死亡したケースもある。コンテナ内は、密閉に近いため、日射にさらされると温度が上がりやすいだけではなく、酸欠の危険性もある。また、飲料水を確保できない場合は、 脱水症状の危険も高まる。密航の失敗の多くは、乗員などに発見されることだが、発見された場合は、目的地に到着した直後に強制送還される。古くは、海に投げ込まれたや、強制労働させられたなどの話も物語を中心、語り継がれるところではあるが、中には発見され救命ボートで逃走したケースもある。救命ボートは、 基本的に救助を待つために漂流することを前提として設計されているため、海洋などで逃走することには向いていないし、沿岸付近で逃走しても岸にたどり着きにくい。こういった逃走者の多くは、救助という形で捕まり、強制送還の浮き目に遭う。近年、アフリカからヨーロッパへの密航者の急増が、社会問題化している。経済的に発展途上国が多く、 労働市場の状況が悪いアフリカ諸国から仕事を求めてヨーロッパへの渡航を試みる者はい。アフリカからヨーロッパへ密航するルートは主に西アフリカからスペインを目指す者とリビアからイタリアを目指す者などがある。1990年代に宣言協定が西ヨーロッパ諸国で実施されヨーロッパうちの国境通貨が自由化されるとそこから ドイツやフランスなどの経済先進国への入国を目指そうと考える密行者が増えている。1990年代になると、モロッコからアフリカ大陸のスペインの飛び地であるスペイン領セウタへ密入国するアフリカ人が急増した。2000年には、セウタとモロッコとの陸上国境の中立地帯に二重の鉄条網が張り巡らされ、国境警備が厳しくなったが、回路で、 ジブラルタル海峡から密航する小型船が後を絶たない。モロッコからヨーロッパ大陸への交易海上警備が強化されると、モロッコ沖のスペイン領カナリア諸島を目的地とする密航船が増加した。100キロ以上の外洋を航海することになるため、遭難する船や海上で命を落とす密航者も少なくない。モロッコ沿岸の取締りが強化され、2000年代半ばには、 密航船の出発地がモーリタニア沿岸、さらにセネガル沿岸へとどんどん遠方化していく。それに伴い密航に関わるリスクとコストは増加することになる。2006年にはセネガル沿岸からのカナリア諸島への密航者が急増し、8月までの約8ヶ月間で約2万人が密航したと言われている。セネガルからカナリア諸島への密航には、 一人当たり約40万 CFA フラン約9万円が必要と言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。